おっしゃー、はいどうも、おっしゃー、おー、来た、はい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 、はい、フルネームやな、みんな。どこのチームや？門真ビッグドリームスです。練習頑張っちょるか？はい陽介、はいはい、はい、頑張って。エイタロウ、はい、頑張って。はい、ルーキー、はい、オッケー、いっぱい練習頑張って、選手のとこ来いよ、チーム。はい、オッケー、はい、足食べて会話やっちょる。はい、やってます。はい、頑張れ、はい、よし、オッケー。はい、こちらがお土産でございます。監督に一人ずつ質問してたの。お、なんかある？何やったらええわ。はい、はい、どうやったらバント上手くなりますか？バント？分からん、先生打ったことない。はい、身長点でやってみますか？じゃあもう牛乳飲め。牛乳ですか？牛乳食べて解放。はい、うん、どのようにしたらバントが良くなりますか？それもグーッと食べて解放、ずっと言ってる。オッケー、やってるか、しっかり。はい、はい、頑張れ。ありがとうございます。はい、ありがとうね。はい、さあレンマ、レンマ、しゃあレンマ、はい、あざっす。なんかこういう真似しとんの、お前。舐めちょるんか、お前。やっとね。監督に質問。質問あんの？あったらやろう。貯めて帰ろう、みんな。やるからやっちゃう。舐めちょるか、お前。なんや。おすすめのオフの過ごし方はオフなんかいらん、お前。やりづらいバカだね。なんや。翔太さんみたいなホームランどうやって打つんですか？翔太さんみたいなホームラン、先生ちょっとわからない。あれ練習やっちゃうな。しっかり食べて帰りません。はい、オッケー、はい、頑張れ。ありがとうございます。はい、どうぞ。リク、はい、よっしゃ。ありがとうございます。なんか言いかけたね。プリンは栄養たっぷり言うてな。ガクくん、ガク、はい、マキくん、ま、マキ、ルキ、ルキくん、はい、ルキ、よっしゃ、笑顔。監督に質問。質問あるか？はい、今中学2年生なんですけど、まあ、高校行った時に面接とか、まあ、その時の自己 PR みたいなのをどんな風に言えばいいですか？自己 PR？ 自己 PR、 自己 PR のあの動画見てるってこと？はい。その質問難しいな。しっかりと自分のことを自己 PR することで。 OK、 はい、はい。試合に勝つにはどないしですか？試合に勝つにはもうしっかり食べて解放。オッケー、はい、はい、憧れの YouTuber いますか？憧れの YouTuber もやっぱヒカキンさんや。オッケー、いい笑顔やな、君。はい、はい、バイバイ。はい、出口こちらです。マリちゃん、はい、ありがとう。はい、ありがとうね。監督に質問、質問あるか？キャッチャー上手くなるためにはどうしたらいいですか？キャッチャー上手く、うん、しっかりやっぱり選手とのコミュニケーションやね、それ。しっかり取れ。はい、okay、子供の頃の将来の夢は何ですか？将来の夢は、あれや、好きなことで生きる、こう書いてて。足が速くなるためにはどうしたらいいですか？やっぱ走り込みや、PPP。OK、はい、頑張って。はい、バイバイ。ありがとうございました。はい、全国で盗塁決めるにはどうすればいいですか？全国で盗塁決めること、やっぱピッチャーのあれを盗むことやな。試験見とけ。はい、OK、 ありがとうございます、はい。本番で強くするにはどうしたらいいですか？本番で強く、はい、試合キャラちゃんと本番の気持ちでやらないから。はい、やっちゃうんか、お前。やってます。よっしゃ。おしょうゆちゃんは何やりますか？おしょうゆちゃんチロリやん、お前。ヘラヘラすんな、お前ら。OK、 はい、頑張れ。ありがとうございます、はい、はい。好きな芸能人とかいますか？好きな芸能人たくさんいる。今千鳥さんかな、今。はい。好きな野球選手いますか？ああ、いっぱいいるね。ギータさんやな。まだ頑張れよ。はい、頑張って。ありがとうございました。出口こっちが。なんか質問あるか？好きなサザエさんのキャラを教えてください。船、船。はい、どうしたら実践で貯めていきますか？でも日頃からしっかり貯めちゃうからよ、お前は。はい、だれ。はい。コーチの中身は何ですか？これ見たか。吸い込まれるぞ、お前。はい、頑張ってね。はい、よっしゃ、ありがとうね。はい、ありがとうございます。うまそうやな、君。はい、練習頑張っちょる？はい、頑張ってます。よっしゃ、はい、しっかり頑張ってね、どこ来いよ。はい、はい、ありがとうございます。ホームで打て。はい、はい、なんかあるか？質問、レフトに強い時頑張って、強い時頑張ってもらなくて、うん、
弱いくらいみたいな。しっかりにグーッと溜めちょるお前。ヘラヘラするなお前。しっかり溜めなあかんお前。はい。また。はい。溜めてかよ頑張れ。はい。はい。ありがとうございます。笑顔やな。はい。はい。ありがとうございます。バイバイ。しかもヘルスカジルの皆さんから質問の方ありましたら、はい、ね、はい、うん、僕一緒にマイク持っていくんで、あ、手上げて、なんかありますか、ゆっくりでいいですよ、タギちゃん、あ、じゃあ、はい、あのダルとか、うん、なんかあの音声とかってあれ誰がやってんすか、ダル、おお、今後の目標を監督の声で言ってください。やめてね、もう YouTube の方はもう200倍だ。でも翔太と一緒にマイクを温めて解放していくことかな。はいはいはい、そんな感じや。OK。 しかし座るよ、お前らシャキッと背筋伸ばして。でもにゃけの座り方して出すぞ。よい、はい、ありがとう。小松さんに質問あれば、はい、うん、マイク持って。演技はどうやって学んでんですか。あ、演技はね、あ、ちょっとこれはいい答えになってるかわかんないですけど、あのほんまに独学っていうか、演技ができてるとは正直思ってないんですよ、僕自分ではね。で、それこそYouTube、アメンプラスに出てくれてる人ってみんな大学生とかが出てくれてたりとか、役者さんよりかはどっちかというと現役の学生さんが出てくれたりするんで、演技をせんとこうっていうのが逆にアメモクラスのこだわりで、ありのままの会話じゃないけど、演技しようと思ってもやっぱ難しいし、それはほとんどが素人の人やから、僕も含めて。だから普通に友達と喋ってるような会話で喋ってもらうとかを、まあ、それで来てくださった、それこそ雪村とか純とかにはやってもらって、で僕自身が監督を演じている時のイメージで言うと、ほんまだからモノマネに近いかもしれない、ね、僕の場合は、うん、相方は役者を本気でやってるんで、いろんな演技のノウハウ喋れると思うんですけど、僕はもうそこら辺は全然素人なんで、はい、そんな感じで大丈夫かな。ありがとうございます。ありがとうございます。真面目な質問になっちゃって申し訳ないんですけど、いやいや嬉しいよ、うん、話を考えるときにオチはどうやって考えられますか、うん、私もなんか話を考えることはあるんですけど、初めだけ考えてその終わりが全然思いつかなくて、うん、中途半端でやめちゃうことが多いので、あ、やめちゃうのは簡単いやオチそうやって難しいね、オチ悪かったらもう全部おもんないみたいな評価受けることもあるから、終わりがね、なんやこれって終わり方やったら、どう考えてるかって言われるとすごい難しいけど、もう何回も読み直すしかないかな。で、自分の中でこう、まあ、オチのコツみたいになるかもしれないけど、僕がよくやってるのは、一回オチ思いつかなかったらもうボーンと放り投げて、遊びに行って爆睡して、で起きる、でもう一回読む、で一番おもろいと思ったところ、その要はフレッシュな気持ちで一番面白いと思ったところを膨らましていくとか、なんかそのやっぱつながりがあったらオチって綺麗じゃないですか。そのいきなり最後こうなったとかよりかは、あの時に翔太が監督にバレたから、その時のあれが残ってて、ここで監督に最後ひどい展開が待ってたんだとかがあった方がいいから、もう読んでオチになりそうなのを見つけるみたいな、そういう作業になるかもしれない。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。おい、これ面白すぎだろ、これ。宇宙に花火を読んでね。はい、ありがとうございます。